これ4回目くらいかな今日、歌マップというサイトを開いてパソコンでそこを見ながら歌うことにしました。いろんなところがあるんだね、歌詞を調べるところは。歌マップは文字が少し小さめで1画面に曲が全部の歌詞が収まってるっぽい感じがするので、これを見ながら歌おう。歌マップを、パソコンのデスクトップにショートカットを出しておきました。これであれだね、あのうろ覚えの曲を見ながら歌うということができますね。なぜこれを今までしなかったかというところが、なんと俺は人生を無駄遣いしてしまったんだろう。それほどの大げさなことなんでは、今開いたのがカイバンドのアンナです。これを歌ってみましょう。アンナ、お前の愛の火はまだ燃えているかい。寒い夜だった、辛く悲しい、一人きりの長い夜だった。北へ向かう容疑者は俺の中の心のようにすすり泣いてた。そんな時お前がよこした頼り、ただ一言だけ寂しいって綴ってた。あんなクリスマスキャンドルの日は揺れているかい。あんなお前の愛の日はまだ燃えているかい。数えた「お前のことを忘れはしなかった」「それでも一人で生きてゆこうと」「逃せば届く愛を怖がってた」「あんな寒くはないか」「お前を包むことはないけど、この手で温めてあげたい」「あんなクリスマスキャンドルの日は揺れているかい。あんなお前の愛の火はまだ燃えているかい。二人で泣いた夜を覚えているかい。分かち合った夢も虹のように消えたけど、お前のもとに今帰ろうとして、今夜俺は旅を始める。クリスマスツリーに明かりが灯り、みんなの笑い声が聞こえる頃、あんなお前に会いたい、燃え尽きたろうそくに、もう一
けの愛の火を灯したい。あんなクリスマスキャンドルの火は揺れているか。あんなお前の愛の火はまだ燃えているかい。カイバンドのアンナでした。これカイバンドの中で一番売れたレコードだとどこかで読んだことがある。うん、定番になり得たいい曲だよね。クリスマスの曲って定番曲が多いよね。恋人がサンタクロースとか、いつかのメリークリスマスとか、クリスマスイブとかね。まあみんなそこら辺狙うんだろうけど、結婚式ソングもそうだろうけど、狙って全部クリスマスソングのスタンダードになるかというと、そう甘くもないところが音楽業界の。次は何歌おうかな。うん、あから順番にとか、この歌マップで狙っていけるほどたくさん知ってはいないので、じゃあせっかくこういうサイトを知ったのだから、普段歌ってないような曲をあえて調べて歌ってみようかな。どうやるんだカチッ、どのよ、このサイトの使い方自体よく知らない。ガクって戻る。今テレビをねつけて、パソコン内テレビをつけて、映画を録画中なんで、サイトを開くのがちょっとコンピューターが重くてなかなか開きにくいんだけど、どうすりゃいいのさこの私。夢は夜開く。なかなかページが移動しない。長渕トンボとか検索して見てみようかな。あ、クラッカー、これさっきの人かなそう、クラッカーかな。ありがとうございます、こんにちは。アーティスト名、なかなかこのサクッと開かないところがねちょっとまどろっこしいんだけど、しかもパソコンが今重いと来やがって、おいおい開きなさい間が持たん。曲名でここにトンボと入れればいいんだね。トンボで検索ボタン、カチッ。でぐるぐるぐると読み込んでるマーク、何この遅さは。トンボの眼鏡なんか出ちゃダメだ。長渕剛トンボ、カチッ。またぐるぐるぐると読み込んでいる。早く出なさい。一曲と一曲の間が時間かかりすぎ。30分があっという間に終わってしまうじゃないか。焦っちゃうじゃないかよ。福山雅治とか良さそうにゃん福山雅治ね、良さそうにゃん、そうだよね。ただ俺はなんだっけ、桜坂だっけ、桜坂ヒットしたやつ、あれをちょっとこんな感じかなぐらい知ってるだけで、ほとんど知らないですね。もう昭和のど真ん中の人間なので、
もうあと1ヶ月ちょい、あと50日経つと65歳になっちゃうんで、とても長渕はレパートリーには入れられないですね。覚える曲、もう20年前あたり、30年前で完全にストップした感じ、その後も更新されない、脳内更新が。お、やっと出たトンボが。これ、とりあえずあれだな、テレビの録画が終わらないと、サクサク開きはできないので、まあ、それは次回にして、今ちょっと、なんだっけな、なんとかのなんとか、おいおい、なんだ、急に音が出たよ。あ、ボリューム下げなくちゃ。今ちょっと消したくないロードショー、テレビ録画中なので、次回からはそのパソコンも少し軽くなって、歌マップも開きやすくなると思うけど、こうやってどんどん時間が過ぎていくんだね。おいおい、何この一曲の間は、もう11分も経ってしまったじゃないか。まだアンナしか歌ってないじゃないか。では、トンボ歌えるかな？どうだろう。一度も歌ったことないけど。コツコツとアスファルトに刻む足音を踏みしめるたび、俺は俺で幸せ、ああ幸せのトンボよ。このあたりかな。コツコツ、アスファルトに刻む足音を踏みしめるたびに、俺は俺であり続けたい、そう願った。裏腹な心たちが見えて、やりきれない夜を数えて、逃れられない闇の中で、今日も眠ったふりをする。死にたいくらいに憧れた花の都大東京、薄っぺらのポストバッグ、北へ北へ向かった。コードできと、ざらついた苦い砂を噛むと、ねじ伏せられた正直さが、今頃になってやけに骨身にしみる。幸せのトンボよ、どこへ、お前はどこへ飛んでゆく。幸せのトンボが、ほら、舌を出して笑ってら。明日からまた冬の風が横面を吹き抜けてゆく。それでもおめおめと生き抜く俺を恥じらう。裸足のまんまじゃ寒くて、凍りつくような夜を数え、だけど俺はこの街を愛し、そしてこの街を憎んだ。死にたいくらいに憧れた東京のバカ野郎が、知らん顔して黙ったまま突っ立ってる。ケツの座りの悪いと書いて、憤りの酒を垂らせば、半端な俺の骨身にしみる。幸せのトンボよ、どこへ、お前はどこへ飛んでいく。
幸せのトンボがほら舌を出して笑ってら。癒されて癒されてますにゃん。ありがとうございます。長渕を見てからこの文字を見て、トンボは癒されないよねなんて思ったけど、これさっきの歌についてかな。にゃんときましたか。あと何歌うかな。検索に時間かかっちゃうからな。これもあれだな、最初からこれとこれとこれを歌おうみたいなリストアップしといて、サクッと開いた方がいいかもしれない。いちいち「ああ」を言いながらこれで歌マップで検索する時間が省けていいんで、とりあえずまあ今試験的に使っているのでこういうパターンで、だんだんあのコツが分かってきた。歌詞検索ページとかツイキャス自体のコツが、サイトのシステムもよくわからないままいきなり始めちゃって、でもいい時代になったなと、よくまあみんなもよく聞く言葉だけど、いい時代になりましたよね、インターネットってね。昔はあのギターで歌うって言ったら、アパートの部屋で一人で隣の壁越しに、迷惑かけてるだろうなって思いながら、それでも歌いたい気持ちの方が強くって、壁筒抜けで音が聞こえてるのを承知で大声出して歌ったり、友達の部屋行って歌ったり、公園に行って歌ったり、そういうことをよくやってたけど、もうネットの時代で iPhone や iPad があればマイクもいらずに、ね、すぐこうやって配信できて人に聞いてもらったり、人を聞いたりできる部屋でライブができるなんて夢のような時代ですよね。ほんといい時代になりましたよ。歌本も買わなくて済むし、こういうサイトがあると。走れ孝太郎、いきなりそれを調べようかな。走れ孝太郎と言ってもなかなか開かないんだぞこれ。おい、これ一旦閉じるのか。でもう一回カチャカチャ。あ、さつきにゃん。あ、にゃん、語尾がにゃんにゃんって言ってることはさつきにゃんだったのか。今頃気がついてどうするのって話だけど、てっきりあの、にゃんにゃん性の人かなと思って、そんな星はないけど、さつきにゃんだから語尾ににゃんがついたわけだね。久しぶりですよね。元気でしたか、さつきにゃんは。さつきにゃんはいつライブするのかな。なんかツイッターで読んだけど、27日だっけ。どんな声でどんなライブをやるのか楽しみ。タイミングがあったらさつきにゃんのツイキャスも見て聞いてみたいものです。曲名走れ孝太郎、走れ孝太郎と、孝太郎ポチッとなと検索で出るかな。ちゃん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 つんてて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 、はい、はいってなんだろう。あ、バイバイ、なんだろう。はい、虫眼鏡、虫眼鏡。
ははいって書いてあるんだ。何がははいなんだ。走れ孝太郎ないの？なさそう。じゃあね、なんて重いサイトなんだ。これサイトがダメなのかな。さっきの貸しタウンとかの方がいいのかな。繁盛してるサイトってね、開くのが重いのかな。本当にこれ30分で3つぐらいしか歌わないじゃん、歌えないじゃん、これじゃね。もっと手順をやっとかないと、歌う順番とか決めとかないと、間がつながらないよ。じゃあ走れ孝太郎こっち置いといて、古い曲でも知ってるやつでも歌おうかな。「おいで僕のベッドへ」って歌。何の歌？昔の歌は実に良いですよね。そう思いますよね。おいでよ僕のベッドに、僕のかわいい人、二人の愛の夜を静かに過ごそうよ。外では冷たい風が吹いてはいるけれど、二人抱き合えば心はひともえる。君の柔らかな肌にそっと手を置けば、答える君の瞳、答える君の愛。求め合う唇、求め合う心、求め合う愛、いつしか夜も更ける。さあおいでよ僕のベッドに、僕の可愛い人、二人の愛の夜を静かに過ごそうよ。おいで僕のベッドへっていう歌でした。小林麻美とか矢上純子とか石原や その並びできます？小林麻美と、矢上純子に石原裕次郎が並んじゃう、そのミスマッチ。すごい幅が広いですね、さつきにゃんの。お、あと5分か。まあ一旦切ってまた続ければいいか。5分で歌える歌は何だろう。Mm-hmm.
じゃあ、船木勝夫の高校3年生。ちゃんちゃんぐだちゃんちゃんちゃ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 んちゃんちゃんちゃんぐだちゃんぐだちゃ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 ああ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 あ赤い夕日が校舎を染めて二の木陰に弾む声ああ高校三年生僕ら離れ離れになろうともクラス仲間はいつまでも泣いた日もある恨んだことも思い出すだろう懐かしくああ高校三年生僕らフォークダンスの手を取れば甘く匂うよ黒髪がララ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 残り少ない時間を胸に夢が羽ばたく遠い空ああ高校三年生僕ら道はそれぞれ分かれても越えて歌おうこの歌をカズオの高校3年生でした。あ、文字が赤くなったっていうことはこの後何か歌っても途中で切れちゃうので一旦まあここら辺で締めて、ツイキャスを開いて、自分の今歌ったやつを録画を保存してでまたもう一回サイトを開くと。そうすると今日5回目ぐらいエンドレスでライブやってるな。さすが国民の休日、さすが天皇誕生日、祭りだ祭りだっていう感じだね。一人祭りだ祭りだ祭りだ天皇祭り今日もまあ俺は、今遊び人だから毎日が時間使い放題の遊び人で毎日がお祭りなんだけど、こういうツイキャストがあると暇つぶしができていいな。お金を使わず時間を潰せる楽しい。私は今日まで生きてみました。時には誰かの力を借りて、時には誰かにしがみついて、私は今日まで生きてみました。そして今私は思っています。明日からもこうして生きてゆくだろうと。